元就くんが留守にしていた厳島だ。落とすのはわけないさ。いい具合に番犬も見つけたしね。畜生、いつまでも小生に構わないでくれ。小生とっくの昔に豊臣軍を抜けてるんだよ。なんで俺様まで捕まっちまってるんですか。俺様はもう誰の指図も受けないんだよ。重ねた結果、命の危機という結論に至りました。さて君たち、どちらがより有能か僕に見せてくれるんだろう。君は切り進むだけが能のようだね。チクチクするな。せんだよアホか。てめえのせいだ。こいつ、やち、うん、久しぶりに会ったってのに、なんだその態度は。やい、改め、小生は元主だぞ。忘れたか。忘れたくても忘れられるか、バーグ。もう、なんだこの檻は。みんな足元に気をつけろ。君は官兵衛君との二兵がお似合いだよ。そんな官兵衛さん。どうしたんだい。元同軍同士、仲良く敵を買ってくれ。うるさい。鎖がついてても小生は犬じゃないんだよ。小生はこれでも人望があるんだぞ。誰がお前なんか敬うか。ブエいざ尋常に。もう終わっておっただと。少し手を変えようか。さて、どう反応してくれるかな。まるで腹ペコの狼だ。そこは守るように言っておいたはずだよ。申し訳ございません。やれやれ、僕は君たちこの力を確信していたから。違いますよ、アホ感が脳なしなだけだ。これは何をやってる。仲間割れか。見せ場はこれか。なるほど、無事帰り、今宵拙者と組み交わそうではないか。こら待たべ、元主よ。アホだのバカだの脳なしだの、こき下ろすやつがあるか。
この恩知らず。恩知らずだ。お前が無能だったから俺様は日の目を見られなかったんだ。やってやる。おが、やれやれ、いい加減にしてくれないか二人とも。相変わらず常識破りの思考と行動力だ。だから君は侮れない。意外とね。おいおい、そんなに褒めるなよ。おい、なんだまたでかい化け物は。いや、俺様ならそんな雑魚を人たちだけど。ふん、偉そうに。人鍋。しかじゃ小生が一番偉いんだぞ。で、逃げろ、あのカラクリ飛んでくるぞ。皆さん、念のため金吾さんについていってあげてください。ただめちゃくちゃに暴れたいだけなんじゃないの、あの人たち。勘兵衛君、君にこの大役は重すぎたかな。自分の穴蔵、いや、鉄格子に戻りたまえ。ちくしょう、すぐに出てやるからな。まったく、呆れて物も言えないとはこのことだよ。君の知性はたるゆえんを見せてくれないか、勘兵衛君。ちくしょう、容赦ないな、お前さんは。ガクガクマグマグ、すごい殺気を感じるよ。俺たちが苦戦したあいつをどうもあっさりと。あの金吾様がひとまず戦の場にいることは評価しましょう。君にはためらいがない、そういう強さか。くそー、やってられるか。なぜじゃ、やってられん。あ、どうだ、また昔みたいに。誰がアホか。さんを倒して名を上げてやる。青が、お前も来い。俺様の盾になりやがれ。ほら、まとめ、男家のくせに生意気だぞ。なんと凄まじいの一言ですな。名番だ、主人か。さあ、ヘイホー、見たか、知ったか、俺は無敵。行くぜ、やった。行けば、見たか、まだまだ。あいつ、まさか好き嫌いがねえのか。恐ろしい男だ。無敵なのに。さっきの技伝授していただくわけには参りませんか。罠だ、こっちには罠があるぞ。ここからひっくり返されるなどあってはならぬこと。巻き返せるとは思わぬ。キングさん、鍋を炊くにはまだ早い。おい、手遅れでしたか。僕が隠れたら突撃って、まだ隠れてないの。あれ、僕の落とした野菜につまずいた。
一時的な劣勢だよ。騒ぐ必要はないさ。お前さん、ずいぶん人相が変わったぞ。苦労したんだな。適当なこと言ってんじゃねえ、アホか。俺様は昔からこのまんまだろうが。食材運ぶの手伝ってよ。失礼したね。彼らを頼った僕の失策だ。甘んじて避難。悪いね、急いでいるんだ。早く済ませよう。僕がこうして夢を見ていられるうちに。君もまとめて相手してやる。覚悟しやがれ。聞け。番犬にもならない上に主人に噛みつくと。しつけが必要なようだね、二人とも。僕の思惑だって外れることはある。ごく稀にだがね。おかわり。用意してよね。どいつもこいつもアホアホアホ。これ僕のだからね。強は強い。一生分の運が丸々残ってるんだよ。そりゃよご残したね。お前さ、無意味に粘ってんじゃないよ。バラス、絶対バラス。必ず後悔させてやるよ、俺様の視界に入っちゃったことをさ。このカセの運命、僕もやるの。あなた、映し鏡となり。ふくらにつらみ、ここで腹させてもらうぞ。今日のところはこれくらいにしといてやるよ。あれ僕勝っちゃった。よし、それじゃあ勝利の宴、喜びの鍋。マーグ。